ロシア軍黒海艦隊の艦艇にウクライナ軍が水上ドローン攻撃を仕掛け、ロシア軍がこの水上ドローン3隻を撃退したとの情報を入手したよ。集められた寄付金で購入された水上ドローンだが、これは結局、日本も戦争に反対しているのではなく煽っているのと同じになってしまうのかもしれないな。どう捉えるかは様々だよね。さて今回はセバストポリ黒海艦隊に対するドローン攻撃関連について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月24日、現地時間の午前3時30分頃、クリミア半島の南西部にあるセバストポリ軍港に停泊しているロシア海軍の黒海艦隊艦艇に対して、ウクライナ軍の自爆攻撃型水上ドローン3隻を突撃させたんだけど、ロシア軍はそれらを撃退したため港や艦艇への被害や負傷者などは出ていないとロシア国防省が発表したよ。ロシアの非政府系通信社であるインタファクス通信が伝えるところによると、セバストポリ港からの旅客フェリー便の運航が停止していて、同市の交通当局は運航停止の理由を明らかにしていないけど、おそらく今回の水上ドローン攻撃があったからだろうね。ロシア国防省から発表される前にも、すでにロシア側のセバストポリ連邦市のラズボザエフ知事が、ロシア海軍の黒海艦隊が、セバストポリ港においてウクライナ軍が実施したドローン攻撃を撃退したと SNS に投稿していたしな。ラズボザエフ知事の投稿内容は最新情報として、セバストポリ軍港に対してウクライナ軍の水上ドローンによる攻撃があり、そのうちの1隻は迎撃によって破壊され、もう1隻は自爆した。セバストポリ市内は現在、特に混乱が発生しているわけでもなく平穏な状況であると書いてあり、建物や人の被害なども報告されていないんだ。ソビエト連邦時代にセバストポリは、クリミア戦争及び第二次世界大戦における攻防戦で奮闘したことから英雄都市との称号が与えられており、ウクライナがソ連に属していた時代には、ウクライナソビエト社会主義共和国内のクリミア州の一部としてではなく、キーウ直轄の閉鎖都市として、外国人の立ち入りを固く規制していたよ。当時はソビエト連邦海軍黒海艦隊の基地だったんだけど、1991年にソ連が崩壊した後はロシア連邦海軍基地とウクライナ海軍司令部の両方が仲良く設置していたんだ。その後、1997年にロシア・ウクライナ両国の間で協定が結ばれ、ロシア海軍が2017年まで咀嚼することを約束し、さらに2010年にはロシア海軍が2042年まで駐留することを認める協定が締結されたけど、この背景には当時のウクライナの経済状況が悪化していたためにロシアから購入していた天然ガスの代金が未納状態にあったことが根底にあり、年間9800万ドル約134億円ものガス代を、ロシア海軍がセバストポリ軍港を使用するための咀嚼料として相殺してあげていたってわけ。しかし、クリミア半島におけるロシアとウクライナの関係性が悪化するとともに、新ロシア派住民からセバストポリをロシア領土として編入することを求める運動が時折発生していて、両国対立の火種となっていたのも事実だな。2010年に成立した新ロシア派のビクトル・ヤヌコービチ大統領の政権下では対立が沈静化していたように見えたが、2014年2月に首都キーウを中心に拡大した市民運動から勃発した。2014年ウクライナ騒乱マイダン革命によってヤヌコービチ政権は崩れてしまったぜ。この後に新欧米派の暫定政権が樹立されてしまったため、反発する新ロシア派住民との間で衝突が発生したことを受けたロシアが軍事介入したおかげで、ウクライナがクリミア半島の自治を承認していたクリミア自治共和国最高議会を制圧し、クリミア自治共和国をクリミア共和国に移行するとの宣言が採択されたわけだね。それによって、新欧米派の暫定政権支持を表明していたクリミア自治共和国のアナトリー・モギリョフ閣僚会議議長は解任され、クリミア自治共和国最高会議においては小さな野党であった新ロシア派の、ロシア統一党党首のセルゲイ・アクショウノフが首相に指名されたという背景があるよ。その後、クリミア共和国議会とセバストポリ市議会は、
クリミアをロシア領として編入することの是非を問う住民投票を2014年3月16日に実施することを決定した上で、11日には住民投票で賛成多数を得た場合には、ウクライナから独立するとの決議を採択したが、ウクライナ側は憲法違反であるとして住民投票の中止を要求し、実施されたとしてもその結果には従わないと訴えたぜ。でもそんなウクライナの願いも虚しく3月16日に予定通り投票は実施され、編入への賛成票が全体の9割を超えたため、クリミア自治共和国とセバストポリ市議会は共に主権を宣言した上で、3月18日にロシア連邦への編入条約を締結したセバストポリは、正式にロシア連邦の連邦市という位置づけとなり、この時に市政のトップが市長から知事へと変更されているね。しかし、ウクライナをはじめとする西側諸国など多数の国が、この住民投票を否定しており、国際社会においては現在もセバストポリがウクライナの特別市であると位置づけているな。今回の水上ドローン攻撃に対してウクライナ側からは関連する情報発信がされておらず真相は定かではないが、この際の攻撃の様子を陸上や海上から撮影された複数の動画が SNS 上で公開され、夜間の港湾と見られる場所で大きな爆発が発生している様子が映されており、ウクライナ軍による水上ドローン攻撃の証拠とされていて、以前にもセバストポリ近郊の海岸に漂着しているのを発見したロシア軍が回収したことが報じられていたんだ。この水上ドローンには衛星通信用のスターリンクアンテナが装備されていて、船体の中央部分には潜望鏡のような形状をしたカメラが設置されていて、船首には爆薬を積載できるスペースがあり、偵察にも自爆攻撃にも運用可能とみられ、さらに通信の中継なども可能な汎用性の高いマルチタイプのものであり、搭載されているエンジン性能から推測すると、その最高速度は時速 110km に達するらしいね。ウクライナ軍の自爆攻撃型水上ドローンを使用した攻撃は昨年の10月29日にも実施されていて、その際は水上ドローン7隻と飛行ドローン8機による大規模な連携攻撃で、ウクライナ軍によって水上ドローンから撮影された動画まで公開されていたな。その動画はロシア海軍黒海艦隊機関のフリゲート艦アドミラル・マカロフに向かって突撃を敢行する、水上ドローンから撮影された映像で、その艦上や上空のヘリコプターなどからの弾幕をかいくぐり、高速で突撃してゆく様子が映画のワンシーンのように撮影されていたぜ。ロシア側ではこのドローン攻撃による被害はなかったとしていたが、その後この攻撃に関連するものとして、セバストポリ軍港から大規模な黒煙が上がっている様子が撮影された動画が SNS 上で拡散されていることや、ウクライナ政府高官がアメリカのニューヨークタイムズ紙の取材に対してロシア軍の掃海艇などに深刻な被害を与え、攻撃を受けた艦艇はおそらく修理不可能な状況だろうと語っているが、軍港で何らかの被害が生じたのか単純に撃墜されたドローン本体からの黒煙なのかは分かっていないみたい。ゼレンスキー大統領は、ロシア海軍黒海艦隊の動きを封じるためには自爆攻撃型水上ドローンが100隻以上必要となると発言しており、1隻25万ドル約3750万円とされる高価な水上ドローン製造のために、ウクライナ政府はクラウドファンディングなどを利用して資金集めを実施しているが、今一度その支援は戦争に加担していることに値すると認識してもらいたいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。